8時23分になります。風はほとんどないですけれども、波が10センチぐらいありますかね。ここでやってみたいと思います。餌は定番のジャリメ300円です。まずは本日の第1投目いってみます。全く当たりがありませんでした。それでは2投目行ってみたいと思います。結局ダメでした。またリリースしました。バリバリに割れてしまいました。下半身びしょびしょです。疲れました。当たりがありました。当たりがありました。あんまし大きくないですよ。さあ何が釣れるでしょう。何が来ましたか。キスに決まってますね。さっきよりちょっと大きいかな。ちっちゃい。いで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 。久々にいいキスが釣れました。これはまあまあですよ。ああ、もうかかりました。おお、ぐるぐる回る。マグ
らないで。おお、珍しくダブルです。場所を変えた一頭目、肩のいいのが釣れました。やっぱりちょっと陶器でないとダメですね。ほんのちょっと起きてるだけで肩が良くなります。この辺で朝飯にしましょう。大きくないですね。というか小さいですね。でかい。これはでかい。これはいい方。これはいいよ。来ました。完了です。まあ、いい車ならこういうこと絶対できないですけどね。
キッド君勘弁してもらいましょう。ちょっと砂まみれになってるけども、こんな感じですね。